えー、今日はですね神戸からお届けしております、えー、心と体を整える、整う体験2泊3日の関わり城づくり in 山口市南部エリアの説明会をさせていただきまますすよろししくお願いいありがとうございます。 またね、ちょっと今日はあの神戸ということで本当にこう周りちょっと夜景とかも見えてすごい素敵なオンペーパーさんというですね会場からお届けをさせていただいているところです。えー、定刻になりましたのでじゃあ進めさせていただきます。えー、今回のですねこのイベントなんですけれども山口市の関係人口を作っていこうということで、えー、今回ですね、えー、山口つながる山口テーブルというプロジェクトが、えー、立ち上がっているんですけれども、えー、一つのま円卓となってですね。 あの山口市に関わってくださる方をどんどん増やして、えー、地域を活性化させていこうという、えー、そんなプロジェクトとなっています。ということでその第1弾といたしましてですね今年はですね2泊3日の関わり城づくりの、えー、体験プログラムをしてみようじゃないかということになりまして、えー、10月の28日から2泊3日にわたって、えー、プログラムをご用意させていただいているんですね。 ね今日はです、ね、このプログラムの説明とであとはえこのナビゲーターとしてですね地域をしっかり、えー、紹介していただく、えー、中岡さんにですねゲストに来ていただいておりますので後ほどしっかりお話し聞いていきたいと思いますよろししくお願いします。 ちょっとじゃあ皆さん、次第が今、映っているんじゃないかなと思うんですけど、まあ、予定といたしまして、10月28日にですねまず新山口駅に集合いただくんですけれども、こちらからスタートということで、後ほど登場いただきます中岡さんのご自宅に向かいまして、結構、ね、おしゃれな DIY されているご自宅なんですけれども、工房も、ね、されておられるので、そういうところを見せていただきながら、空き家がやっぱりいっぱいある地域ということもありまして、 えー、結構今日参加いただいている方はですね空き家を見るとちょっとワクワクするたちの皆さんじゃないかなと思うんですけれども <laughs>、はい、あの空き家をしっかり見て回るというのと、えー、中島ベースというですね素敵な古、えー、民家がございますので、えー、そちらの民泊も、ね、しっかり見ていきながらみんなでバーベキューをしようというふうになってますでセミナーパークというところに泊まるんですけれども、えー、皆さんとしっかり語り合っていきたいなと思っておりますで、まあ、2日目なんですけれども 朝一にみんなで行こうかという話になっております。えそして朝、えー、朝食食べましてえ、少しハイキングもしつつ、でこれまたメインですね、えー、地蔵院というところがあるんですけれども、そちらで整う体験というのをしてまいります。こちらね、あの今すごく人気ですけれども、テントサウナ、ご一緒したいなと思ってます。で夕食も食べて振り返りということと、えー、次の日は朝食を食べて農業体験を一緒にしていくと。 いうことで、えー、振り返りワークショップっていうのもしていきます。あの、これがですね、こう二泊三日の普通の、あの、ツアーではなくって、こう、どういうふうに地域と関わっていこうかなとか。 これから、まあ、自分のライフスタイルですね、どういうふうにしていきたいかっていうのをですね一緒に考えていけるようなプログラムになっておりまして、ちょっと工夫しているのがあの、少し余白の時間とかも入れて、しっかり皆さんと話し合えるような時間も取っていますので、もうぜひ自分と向き合う時間というのを、ですね特別な時間をこの山口市の南部で体験いただけたらいいのではないかなというふうに思っております。 後ほどですね、中岡さんがしっかりそのあたりご説明していただきます。えー、で私、ちょっと遅くなったんですけど今、今日のですね、MC させていただいています、フラスコという会社の尾崎といいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、えー、そして、今回なんですけど、あの会場の皆様はですね、イベント内容を後日 SNS へアップさせていただきますので、記録撮影にご協力いただきたいので、よろしくお願いします。 はい、では、えー、皆さんお待たせいたしました。本日お招きしております。ゲストなんですけれども、気づくプロジェクトの、えー、中岡さんです。よろしくお願いします。拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。今日はですね。中岡さんにはい、山口市の魅力で、そしてご自身のですね。取り組み、事例などをお話しいただきたいなと思っております。 で中岡さん、実はですね神戸のご出身ということもありまして、今回ちょっとこちらの会場もですね <laughs> 神戸でしたいなと思ったのはその理由の一つではあるんですけれども、はい、久しぶりですか、帰られた。いやー、まあ、毎月、フェンスぐらいで。割と帰ってますね。と実家がありますので。なんか、程よい距離ですよね、関西ときっと山今日も実際、新幹線に来たんですけど、えー、1>, 1時間45分なので、<ー>ドアツードアで、まあ、2時間ちょい。はい 全然全然通える距離ですねちょっと程よい距離なので住む場所はたとえ違ったとしても結構何回も行けそうだったりしますしえいって移住したい方はしてもいいそういう程よい距離なんかなという気がしますよねその辺の話は今日はできたらいいなとそうですねよろしくお願いします じゃ中岡さん、今日なんか資料を作ってきてくださったということで、はい、ちょっとそれも見ながらやっていけたらいいなと思っておりますが、はい。映ってますかね。うん、会場にもこれ、あれですか、プロジェクターで映る感じですかね。はい。ちょっとじゃあ,あ、チェックをしていただいているうちに、こ度、気づくプロジェクトの、うん。 KIZUKU、はい、す。気づく。ってですかく自分がまさに山口市へ移住して気づきをもとに、はい、まあちょっとかかってるんですけど、まあ、未来に構築しましょうという,うなるほど気づくです。あ気づくあの気づきっていうことが、はい、ではなく、はい、きあ両方,両方まあ意味合いとしてはあ。 でもこれ名付けたのが一番まあ後でもお話しするかなはいいいかやめとこうあじゃあちょっとフライングだったかもしれない <laughs>、はい、あ映ってますね <laughs> じゃあちょっと行きましょうかじゃあ、はい、よろしくお願いしますはいよろしいでしょうかあ, <laughs> あすいませんはい、はいはい、えー、と、はい、いま皆様こんばんはありがとうございますお集まりいただきましてはいあのー、オンラインの方もよろしくお願いいたします えと今日、まあ、本当1ヶ月ぶりに神戸来たんですけどもいろいろちょっとあ自分自身も行きたいところをまずこのお昼にたどり着いて行ってきまして、まあ、橘さんで明石焼き食べて絶対これ外せないので <laughs> 行ってでちょっとリフレッシュしたいなと思ってマッサージ受けた後にあのー、上気丈に上がったらすごい街が変わりすぎて右と左が分かんなくなっちゃってあのあホームのはずなのに庭のはずなのに。 僕もう山口市民になりきってましたっていう <laughs> でそうまあまあちょっと余分な話を先にしました中岡祐介と言いますよろしくお願いします、えー、神戸市出身で、まあ、スマックに実家がありましてでそちら結構もう中学生ぐらいの時からもうずっとずっと神戸市民という感じですねなんで、えー、とその後、まあ、神戸学院 というコカコーラを経て、まあ比較販売店っていう経歴なんですけど、まあ、本当に普通の一般市民です。でその後ちょっと川のことで、えー、独立をしまして、川のお仕事を自分個人でやるようになりました。でその次の年に山口市へ移住というタイミング、まあ、重なっていろいろ重なりましてをしました。 で山口市なんですけど、今これあの、画像が1枚ペロッと貼ってあるんですが、今、暮らしとしては、えー、妻と子供2歳の双子と猫が3匹で、ちょっと広い家に住みたいという動機が結構強くあって、直近は奈良区に住んでましたけど、58平米で12万円とかっていうところから、もうちょっと なんか暮らし考え直せるんじゃないのかなとか思ったりもあったりとかしてで実際山口市は移住フェアに行った時にあのその山口市という情報を拾い集,あの集めるようになってで実際これ来たのがこれちょっと後ろに維新ホールが映ってたりするんですけど新山口駅ですねさっきあの2時間かかったその先の山口市の新山口駅まででこの維新ホール の後からも出てくるんですけどあのすごくきれいな印象としては田舎に来たはずのようにきれいな駅だったっていうのがあってで自分が今暮らし後でまた画像出てきますがまあちゃんと田舎があったんですよね。結構この場所道全てなんか気に入りまして実際にどうやって移住をしようかなと考えた時に皆さんそうだと思うんですけど仕事と家と なななんんんととかか行っった先のコミュニティとかってどんな感じなんだろうみたいなふわっともうこれの3つが多分大きいんじゃないかと思います。U ターンでもない I ターンだったので、そこら辺を全部、あの何ていうかな、解決してくれる可能性があったのが地域おこし協力隊っていうお仕事でした。まあ、これ、総務省がやってる事業なんで3年間、あのそこでトライアル的な移住を経て、まあ、自分で仕事をまあ作り出して、 まあ定住につなげていくという取り組みなんですけど、まあ、これがもしかしたらなければ、移住は難しかったかもしれない、自分もやっぱ家族がいたのでというところですね。はい、じゃあ、実際、その下見に行った山口市なんですけど、まあ、データ的にはこんな感じです。ももううちょっとと先に行くともう九州 で手前は広島県ですね、その間に挟まれていて、まあ、それこそ新幹線、広島、あの福岡まで35分なんですけど、ちょうどその真ん中あたりで、しかも瀬戸内で、えー、と新幹線口があって、もうこんなあの自分としては好立地で、ちょうどいい暮らしができるっていうのが印象としてあったので、あの割とすんなりと受け入れることができました。もうちょっとと掘り下げますと 自分が今住んでいるのは山口市、これ縦長でこんだけ広いんですよね。1000キロ平米あって、上の方はもう津和野って言って、これもうお隣の島根県なんですけど、あのーこの、この辺は多分山口県の中で一番寒いエリアになります。だから本当に住環境としてはもう全然違うところにはなるんですが、自分は寒いのが苦手なので、その南部エリアのこの温暖な気候とか、 で、まあ、効地も当然そうで、というところに掘れまして、移住をしました。南部エリアです。覚えてください。南部エリア。今日ですね、あの、実際ちょっと会場にいる方にはお土産をお持ちしてます。今手元に、もしあれやったら、いや、あれなんですけど、あの、そのお土産の袋の中に、マップが、その、 入っているかなと思います巡礼手帳っていう手帳が入ってるかと思います。ちょっとこれ振り上げていただくと、ちょうど南部エリアのマップになってまして、見やすくなってますんで、よかったらこれ見ながらお話を聞いていただけるといいと思います。で、この一番左の、えー、画像に関しては、ちょこの日の山連山といいまして、 もう本当、自分の家から数歩いて数分の距離に、こういう景色があります。先週はこののどかな自然の中で、ツールド山口湾っていう自転車競技があったりとか、えー、してますね。なんか、まあの、自転車が走れるような距離感で、あ、これ、お配りいただいて、はい、すみませんあの。自転車が走りやすい。 とにかく道路は綺麗でガードレールこれ山口県道なんですけど県道は夏みかん色で黄色ですねこの辺なんか移住したすぐの時に説明をされた記憶がありますでお土産すいません現,現地の方のみなんですけどお土産の中に今日は干しエビ干しエビと、えー、と甘酒が入ってます これあの加工品の話、後でちょっとさせていただきたいんですけど、実際はちょっとこう、他にもたくさんありまして、エビの殻を使ったエビ塩とか、あとはこの久保養蜂園情報所さんの蜂蜜だったり、こうやって加工品が結構盛んに作られてたりもします。でもちょっと話戻りまして、地域おこし協力隊として、あの今、 山口市で4年目になるんですけど3年間過ごした流れ的にやっぱ誰しもとりあえず知らない都市に土地に行くと、まあ、その土地を知ろうと思うのが当然だと思います。自分もまさにその協力隊であるというところもあって1年目はやっぱりいろいろ地域を巡っていろんな人と会って話をして。 で、一つその中でセミナーを受けたんですけど、ソーシャルビジネスコンテストっていうのが結構自分の中で、あのー、ここで学んだ一つなんですけど、そのソーシャルビジネスっていう、ま、そ,もそもそもこの言葉自体も知らないですし、初めてそういう言葉に触れて、でまあ、それに対して自分が何ができるかっていうのを考えるきっかけになったんですで。そのコンテストの内容っていうのが、その2年目にもつながってくるんですけど、狩猟免許っていうところにもつながるんですが、 あのやっぱり山口県どこともそうなんですけど害獣被害っていうのがたくさんございまして西の方下関の方はすごくたくさん鹿がいて岩国とか萩このあたりはもうものすごくイノシシがたくさんいてでちょうど山口市その間にこう <laughs> 挟まれるような形で山口縦長になっていて両方が取れるような立地なんですけどまああの当こう農家さんにとってはこの。 笑い事ででもななくて死活問題なんですで私もそうやって農家さんと出会うことでそういう課題にも気づきましたしその自分にできることの一つとしてその革,革業界の革を使えないかなと思って鹿革のブランディングっていうものをちょっとやったり、えー、してますこれまあ引き続き今もやってるんですけどプラスえっ、ー、とまあちょうど本当に2年目の初っ端なコロナになりました なのでニューツーリズム形成業務という協力隊のミッションがあったんですけど、やっぱこの人とつながれないっていうところでツーリズムどうやってやろうかなっていうので、模索いろいろ考えました。結論として、自分がやりたいことをやるしかないっていうところで、あのイベント業、そもそもずっと行く前からやりたかったので、イベント業をまあ細々ながらや,やってみようと。 あのツーリズム、これ、農業も僕はツーリズムだと思ってますので、例えば収穫体験をあのイベントにしてみたりとか、あとは s ッ p スタンドアップパドルボードっていうんですけど、山口市南部エリアは瀬戸内に面していて、とてもそ SAP ができる環境として整った場所なんです、穏やかななので。 でまあ、インストラクター取ったり、もう一つはジビエの害獣被害の対策として、川から入りましたけど、やっぱり食べることっていうところで、あのこ,れをしこれがやっぱりあの一番伝わりやすいところだということで、キッチンカーを作ってジビエカレーを出したりとか、そういうちょっと自分の日に稼ぎにもなるような、まさにこうソーシャルビジネス的な考え方で、いろいろ仕事を作ったりしてました。 3年目、ようやく、ようやく本当にイベントがちょっとずつできるようになって、でまあ、あの新山口駅、さっき言った維新ホールを活用してイベントをしたりとかして、まあ、パンマルシェとかしてるんですけど、これが結構人気をいただいたりとかして、まあ、今に、まあ、その今引き続きまあそのパンマルシェもしてたりすると。 ちょっと自分も整理して、まあ、今どんなことしてるのかなっていう感じと、まあ、プラスアルファこれから何していきたいのかっていうのもあって今、まあ、こんな感じですレザークラフトからジビエの進行までが一つのパッケージというか、まあ、自分の中ではこの害獣被害対策の位置づけにしてますがプラスなりわいと一つとしてイベントと、まあ、空き家の活用っていうのを今 自分がまさに住んでる家が空き家バンクを活用した家になるんですけどそれっていうのが進んでいるエリアと進んでないエリアがある進んでいるところからまず始めるということで、まあ、あんまりこう宿泊所がない南部エリアなので自分としてもそのまず拠点を作りたいというところで今後の展望としてはこの辺があります。 1>, で1番、2番が今お話ししたところでもう一つ、あえてちょっと説明しても、その3番のところ、この移住サポートって書いてるんですけど、まあ、誰のためにというか、これを気くプロジェクトっていうあのネーミングをしたのも、ですね、自分の気づきはもちろんなんですけど、おそらく僕、平凡な人間で、あのただの,そのリアルな移住っていうものがあのこの3年間だったように思うんですけど、 みんなが同じような疑問というか不安を抱いてるんじゃないかなと、まあ、想像ができるんです。なのでやっぱそういう自分はよそ者的感覚で山口市を先に知った人間として次につながる、あのー、山口市に興味がある人に情報提供ができるような人材になれるんじゃないかなというところで、まあ、移住サポートっていうふうに書いてます。まあ、案内人としてはもうおこがましいですけどもまあ あの体験でしたものでしか語れませんのでその辺りをリアリティをあを素直にお伝えできるようなものでやっぱりこれもなりわいにできたらいいなと思ってたりはします。でもちょっと掘り下げますと空き家の活用なんですよねまあどこにでもこれも日本中どこにでもある問題かなと思います。当然南部エリアも、まあ、まさにこれから愛用という地区が人口の減少エリアっていうところに。 あの認定をされてしまいまして、まあ、あのいい家もあれば悪い家も、まあ、言い方はおかしいですけど活用しづらいしやすい家,あの家がたくさん出てきますまずその選別をして、まあ、その中でもポイント最大のポイントは自分は水回りかなと思ってますねでこれ実は自分としてはテクニックとして自分のもの、まあ、買ってしまうとすごくリスクなのでよそ者的初めてこう古民家 空き家っていうものを捉えた時に、住んでからではちょっと遅かったりしますんで大家さんとこうやり取りして賃貸なんだけども自分で勝手にいろいろ触っていいっていう契約をしてます。ぶっちゃけ言うとこれね家賃2万円なんですけど固定資産税とかもろもろ保険とか考えたらほぼほぼプラマイぐらいでだけど <laughs> 無責任な言い方をすると何かあったら 次の家に移り住めるみたいな DIY の勧めみたいな <laughs> DIY 賃貸の勧めみたいな感覚で今あの次につながる方に提供していきたいなと考えています。で南部エリアをこのちょっと魅力をさらっと自分の中で出してみました。えーまあ、ちょっとコンセプトあえて作ってでとにかく南部エリアを都市化したいわけでもないですし たくさんの人が集うっていうような感覚よりは、その個々に、このエリアをに対して豊かさを感じていただけるような、まあ、今あるものを単純に活かせないかなという視点で、まあ、南米エリア全体を見てます。もちろん、電車が通っているエリア、通ってないエリアありますんで、その辺であの使いづらいシーンもあるとは思うんですけど、あの自分としては、ポイントとしてウェルネス。 エコツーリズムこの辺りとっ食っていうものがないとなかなか人の動機にならないので南部エリアこれあったかいのでもう春夏秋冬いろんなフルーツが取れたりで農作物当然米麦、あのー、考えうる野菜は大体作れるんですけどフルーツが作れるって結構魅力かなと思ってますこの辺りやっぱ加工品開発して あとでも話しますけどそれをどうやってあの県外市外の方に伝えていくんだろうみたいなところを今模索してます。でこれが2年目あのキッチンカーでつあの提供する食材自分でどこまで作れるんだろうと思って米を作りをしたり玉ねぎ作ったりピクルス作ったりあのとにかく自分で狩猟免許を取ったのも肉が出したいからなんですけど自分でできる範囲であの提供できるものは自分で作るという。 意識これが、えっと、お父さんお母さんと子供まで入っちゃってるんですけど、なかなかこれ現実つらいです、はいで。これが空き家です。これ愛用地区の空き家なんですけど、めちゃめちゃ立派な空き家で、いくらだと思いますこれ上に出てましたけど、<laughs> 100坪あって、 2階建てで倉庫が 2, 2階の倉二階付きの倉庫、車が3台止めて。ねえ、ねえ、そうなんです。まあ、立地にもよるとは、ね、よりますけど、これがぶっちゃけ40万とかなんですよね。で、これ、まあ、買ってもまあ別にそんなになんかリスクではないまあも、所有するっていうことのリスクを考えたときに、やっぱりこう活用まで考えてどこまで使えるかっていうの があると思いますけど、この家はもう明日からでも住める物件でしたね。こんなのが今からやっぱりゴロゴロ出てくる気がします。で海に面してますから、こうやってヨガをしたりとか、で川もありますんで、サップツーリズムですねで。アウトドアツーリズムとしてサップができたり。で自分キッチンカー持ってますから、キャンプ場。 にはあのー、トイレと炊事場しかないと思うんですけど飲食提供があることでそこがもうカフェ化してしまうっていうところがあってやりたい放題南部エリアっていう感じですねで今回の今ちょっと自分のこの3年間というか気づきの部分の話でなんですがここからはですねちょっと実際にこう体験プログラムさっきお話があったと思うんですけど ををちょっととイメージしなながららお話を聞いていてたただけたらなと思うんです、えー、とマップがちょっと見にくいかもしれない上の方に新山口駅っていうあの新幹線口があってそこから南側に向かうほどに海が広がっていくと一番下に愛予想っていうのがあるんですけどここら辺が湾が3つほどあって、えー、どの湾もちょっと個性的であの夕日がきれいに見えるとことか朝日がガッと上がるところとか。 まあ、特徴がそれぞれあったりする愛用なんですけど、自分の家がそのまたちょ,ちょうど間ぐらいの、農地の真ん中に家があるで、今回泊まるのがセミナーパーク。で、えっ、ー、と、安光農園さんというところもさっきお話があったように3日目で体験があって、で岩屋さんというところで整う体験、テントサウナだったり、自分を見つめ直していただく時間を感じていただこうと思っています。 おおむね3つ地域の課題を知っていただいてまたそのプレイヤーと話をしていただく時間とまた地域を味わう,もう食もそうですけどこの魅力たくさんあるこの魅力地域の魅力をぜぜあの体感していただきたいそれともう一つここが僕の中では移住をしたことも踏まえて申し上げますと、まあ、自分のこれからというかこれまでというか そういったものと向き合う時間ってなかなか日常の中でないんじゃないかなと思う。でこの南部エリアのこの豊かな自然の中で自分と呼吸をするためだけの時間を過ごすとかっていうのって結構貴重な時間なんじゃないかなと思ったりしてます。ぜひこのプログラムの中身充実してますんでよかったら参加してほしいです。で改めてちょっと南部の地域資源の話なんですけど結構ですね あの引っ越しして、まあ、5万8万八千人いますんでたくさんプレイヤーがいらっしゃるんですよもっと田舎なんのかなとか閉鎖的なのかなとか、まあ、いろいろ思ってみた見てたんですけど本当ご活躍というか皆さんストイックに自分の仕事をされている方がたくさんいらっしゃる実際、まあ、産業としては農業がまあ8ぐらい漁業が1あってその他が1、まあなんかあのー、石材商とか そういうちょっとなくてはならない仕事っていうんですかね。まあ、伸びしろ十分な印象です。皆さん、まあ、要するに逆を言うと、ストイックに自分のお仕事をされているので、まあ、僕の感覚で言うとなかなか横のつながりっていうところ、地域をへだ越えてまでの横のつながりとかっていうところまではなかなかあの見出せてない部分なのかなと思ったりしてます。でこの 整う体験、ちょっと中身に触れていくとさっきもあのお話あったように、まあ、新山口に来ていただいて私の家を見て「なたじまベース」これが100年近くのすごい古民家だったりするんですけども居心地が良すぎて何泊もしちゃう人もいらっしゃるぐらい最近始めたとこなんですけどね <laughs> あのすごい居心地がいいですそれっていうのはその場所もそうなんですけどその人人に惹かれてそのまた来たくなるっていう なんか印象を植えつけられるのじゃないかなと思います。なおさらやっぱこの人の横のつながりっていうものを自分が今から何とかして構築していけないかなと思ったりしてますね。実際体験していただく内容は DIY って一番左下にこう皆さんで漆喰塗りをしたりとか自分のレザークラフトを鹿側で体験してもらったりとかします。2日目に、えー、ととのうなんですけど ちょっと動画が流れた方がいいかなと思います。音小さめなんですけど、ちょっと横から入ります。これ、地蔵院さんですね。中島の地蔵院さんで、お寺の中を使わせていただいて、整う。 できれば、の肩までしっかり使って、整わせるためにはですね、あのこワンパッケージで考えてまして、まずヨガをして、ちょっと体をリラックスさせます。その後テントサウナで、あの思う存分、汗をデトックス、すべて出していただいて、五感が研ぎ澄まされてきます。 その後に瞑想体験、これ、アジカンというんですが、ただただ呼吸をするだけの時間。これがもう本当に気持ちがよくてあの、いろんな音が聞こえてくるんですけど、まあ、偽造員さんのこのリーチなので、ほぼ虫の音とかあの、風の音とか、雨が降ったら雨音とか、でその後に、すべてを出した後に、食事の提供して、 帰ってもらうっていうワンパッケージになってます。はい。あの、この2日目に関してはもう本当にいろんなものが出てですね、ぐっすり寝てもらえるんじゃないかなと思ってます。セミナーパークでの振り返りとかできるのかなみたいな感じですけど。で、 えこれあごめんなさい3日目間違ってます、ね、3日目が朝からちょっと収穫体験を安津農園さんでしていただこうかなと思ってます。今まさにみかんが和瀬のみかんが取れる時期になっていてそれを取った後に山口名物の瓦そばこれ本来河原の上で焼いて茶そばを焼いて上に牛肉とか卵とか乗せてこれをまた中島ベースさんで食べて。 最後振り返って終わりっていうパッケージですね。で、えーと、いろいろ話したんですけど、山口南部エリアは伸ばすべきところ、自分なりのを捉え方として、こんな感じで、これからのところも当然あります、まあ。いろいろあるんですけど、とにかく暮らしはしやすいです。ちょうどいいって最初に申し上げた通り、あり、立地がものすごくいいので、まあ、お買い物にも困りませんし。 住環境としてもそんなに悪いエリアでもありませんしでまず温暖だし人もあったかい割と、あのー、移住初心者にちょうどいい,あのいあのエリアなんじゃないかなと思いますじゃあどうなんだろうん何もない発言っていう書いてますけどあの皆さん最初になんで山口市に来たのって言った時になんでこんな何にもないところにわざわざ来たのっておっしゃる方が結構いらっしゃるんですけど それってあの意外と逆を言うと、足りないものもないと、魅力こそないけど、足りないものもない発言に僕はなんとなく聞こえてきて、だんだんと。だけど、なんか楽しみは欲しい。新しいつながりも欲しい。だけど、みんなさっき言ったように、ストイックに自分のことをまだやっている段階なので、つながりもないし、県外とか市外へのアプローチの仕方もわか,からない。実際に どうやったららいいかかわないなので課題としてあえてちょっと辛口で言うと、まあ、誰がやるかっていうのはもう皆さんが南部の皆さんがされてます実際にされてるし暮らしやすいのでだけどそれを誰にどうやって今自分がやってるものをどうやって伝えていくのかなっていうところにまだ意識が及んでいないのかなと自分なりの解釈でこの3年間を過ごしてました。 そのきっかけになるのが、やっぱり関係人口であったりっていうのを構築していくことなのかなと思いますし、ぜひあのその外部の方、外部というとあれですけど、山口市以外の方にこの辺のサポートじゃないですけど、一緒にこう伴走していただけるような人材がたくさん出てきてほしいし、それに対して自分ができることだったら何でもしたいなというふうに、今現時点では思っております。結論 えと山口市南部エリアはです、ね、素材はたくさんあります。でい、生かしきれてないものもたくさんあって、本当、チャンスしかないと自分は思ってます。でとにかく一つ目として、拠点をつみる、人が来たときに泊まれる場所を増やしていこうかなと、実際今は思っているんですけど、これを誰もまだやってませんし、なんか今このタイミングで関わっていただける方が、もしいたら、ぜひあの一緒にやっていけないかなと。 持っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> 会場の皆さん拍手でありがとうございます。はい、えー、中岡さんにあの中岡さんのねご自己紹介とあと、えー、山口氏の説明をしていただいたんですけれども、はいあのーまあ、関係人口ということでですねあの例えばですけどさっき四十万のねお家がああと知り合いがのお知り合いというか他のプロジェクトで広島県の あの最近お家を買われて、埼玉と広島を行き来されてる方いらっしゃるんですけど。その方はちょっと値段言っていいのかわかんない、200万で買ったって言ってて。なるほど。ちょっと皆さん衝撃的な価格だと思いませんか。お家一軒家ですよ。でしかも結構、なんでしょう、田舎の。あの、私もね、まあ田舎っていうか、広島ですけど、住んでるんですけど、家って。 なんか昔作られてる家って結構立派だったりするんですよね。ちゃんと作ってたりとか。うですね、逆にそうなんですよ。そ,すね、それ一万建てたら大変だろうなっていうものが、うん、結構さっきのお家賃も多分皆さん衝撃的だったんじゃないかなと思うんですけど2万円ですよ。これもう一軒いけるみたいなねそんなところもやっぱあるので。 やっぱり最近そういう,こう今後私2拠点増えるんじゃないかなと思ってるんですよね、うんうん、実際山口市としても空き家に補助金が出るようなプレゼンあのコンペがあったりとかしますし、はい、実際それで京都から京都と山口市に拠点されているとか、うん、徐々にそういう方も増えてきてますなんかよくあのアーティストさんとかがあのアトリエで借りるみたいなパターンもあったりだとか、ね、まあちょっとした基地みたいにねさ、うん、れる方もいらっしゃったりやっぱりこう なんでしょうね地域に行く時にどうしても行ったら住まなきゃダメなのかみたいなちょっと最初ねやっぱりそういうのも思ったりすることもあるかもしれないです、うん、最近やっとあの、まあ、関係人口ってこともあってこうゆるゆる関わってるうちになんかなんでしょう拠点が増えたりとか、うん、結果住んじゃったみたいな人も多いんじゃないかなと思うんですけどそういうちょっと行き来できそうな場所を中岡さんが今。 模索されているこれ本当一人の物件じゃないではもったいない気がするので自分が行かないタイミングは誰かとシェアしてもいいと思うし別荘をシェアするというか監督でもいいしまあそれをまあ経営という目線で見てもいいと思うんですけどあのリアルに動ける人は地元にはたくさんいますので DIY も含めてですねそういう言い方とつなげるのは僕の役目だったりもするだろうし。 はい,いろんな展望はありますなるほど地域と関わる、まあ、入門的にもちょっとサポートもしてくださるってことですね。とか、ね、やっぱり単体で行っても単なる怪しい人じゃないですか。ですよね。<laughs> <laughs> そこをやっぱり地域の方がつないでくださることでああ中岡さんのお知り合いねみたいな形でやっぱりね入っていけることもできると思いますしやっぱりこう地域の人と歩いた方が絶対地域のことが深く知れるって面白さもあるので。うん こういうい公的に、ね、今回、山口さんの授業ですけれども、ウェルカムしていただけると、なん、ね、でしょうか、堂々と地域に入れますね。そうすよね、うん、ということで、ちょっとせっかくなので、ですね会場の皆さんとあと、ウェブの皆さんから質問をちょっと募りたいなと思うんですけれども、はい、あのウェブの方はです、ね、ちょっとチャットにぜひ打っていただけたらと思うんですが、会場の方、ちょっと当てていけたらなと思ってます。はい じゃああの良かったら質問をいただきたいなと感想でもいいんですけどはい何人かお願いしたいなと思うんですがよろしいですかあの <laughs> 突然当てるっていうはいじゃあお願いしますありがとうございますあの私もあのいろんな地方にワーケーションとかに行ってあの体験するのすごくすはいあのー、好きなのであの興味深く聞いておりましたちょっとあの。 質問が、えー、ありましてあのそもそもその移住をする広報としてあの山口以外にもあったのかとかあとあの地域の方との関わり城の作り方とかをあの教えて具体的な何かこうけ作りとかあの初期の段階にされたこととか教えていただけたら嬉しいなと思いますありがとうございます。 いかかがですかそれはもういろんな方法があると思うんですけどまあ自分がまず恵まれてたのは協力隊という制度を活用したことあ活用という言い方がおかしいのかな、まあ、自分はとにかく移住をしたいという目的を達成するためにツールとして協力隊っていうのを選びました、うん、あの生活をあの担保するっていうのもありますけど、まあ、半分以上はやっぱり地域の方に 通行って方じゃないですけど、一応職員という立場になるので、まあさっきおっしゃられたように不審者ではないよ。っていう安心感をあの持っていただくことはできたのは事実だと思います。メディアもその山口市で何かを活動活,用活動していると、メディアもすごく取り上げてくださる。やっぱりあの求めているメディアのを求めているので、何かをしたら必ずリアクションがあったっていうのが安心感に繋がったっていうのはあると思います。 協力隊じゃなかったらって考えると、でもあの、例えば空き家の、空き家の情報でさえも拾えないじゃないですか。で僕、二島という地区に住んでるんですけど、二島地区は空き家バンクをやってるんです。空き家バンクをやれるっていうことは、誰かがボランティアで動いてるんですけど、そのボランティアの方が意外とつないでくれたりします。その移,移住した、その後までのケアもしてくれたりするので。 この南部エリアだけなのか分かりませんけど、意外とその,あのやったらいいじゃんぐらいの感覚で僕は思っています。うん、で、移住をしようと思ったきっかけなんですけど、あのそもそも神戸ってすごくいい町だと思ってるし、あの本当に最高の町だと思ってます。だけど、きっかけとしてはちょっと病をしたことがあって、でそれから今後、 どううやってて生きていくんだろうみたいなところが本当に50%ぐらいであなたはもう命がなくなるかもしれないっていうような病だったので具体的にこの先を考えたことがありましたそこから数年後に移住フェアに行ったんですけどでもまだ現実ではなかったんですけどの川業界の時の後輩がその和歌山に住むじいちゃんが一人暮らしだからかわいそうで近くに住みたいから引っ越した引っ越すんですっていきなりその 引っ越す前の月に言ってきて、移住はしていいんだって、で彼の存在がなければ、もしかしたら僕もあのあの背中を押してもらえたそれがきっかけかもしれないのと、まあ、子供を授かりたかったんですけど、両方共働きで、なかなかその、うん、時間が取れなかったんですけど、単純に場所を変えてみただけなんですけど、まあ、子供にを授かることができたりとか、まあ、それはまあ結果論なんですけど。 うん、なんか、何かを変えたかったっていう意識はあったように思います。はい。うん、ありがとうございます。思い切って、じゃ、結構最初からちょっと関わってとかじゃなくて、もう場所ごと変えようっていう、もう住もうっていう感じだったんですね。でも、逆は場所変えただけなん,ん。 振り返って思うんですけどおそらく多分今も川のことやってるんです、はい、で、独立した時に神戸でお店を構えようと思ってたりしたんですけどやってることはそんなに変わってない、うん、自分の興味があることにしか活動しませんアクションしてないですしうん、うん、ただ場所が変わっただけのような気がしてますうん、うん、で南部エリアはさっきみたいにチャレンジしやすいまだ誰も何もやってない、うんうん、でもほう 宝の山がたくさんあるっていうところで、うん、本当に恵まれた場所なんじゃないかなと思ってます、うん、なんかねあの、なんでしょうねこう、やっちゃっていいんだなっていう空気がきっとあるのと、<laughs> あとやった時のメディアの反応も大きいっていう、う <laughs> なんでしょう、チャレンジしやすい環境って、多分そういうのも含めてあ,のありますよね、そうですね 都会で何かちょろっとこう何かやったのではや,やはりこうちょっと埋もれてしまうんですけど、はい、やっぱりこう思い切り田舎でやっちゃえば、うん、よりそう注目度も高まるということでね、うん、ていうのそんなのもあるんありがたがられるんですかあそうそうそう、嬉しがられますよね。<laughs> うん、パンマルシェもすごかったんじゃないですか、これ自身も。パンマルシェ、まああのー、そうですね、うん、5回ぐらいもうこの1年ぐらいでやってるんですけど。うんうん 何人ららい来られるんですかこの間は1日3000人ずつ、すごいですね、パンコでコーヒーに皆さん目がけて <laughs>、3000人が来るんで、ね、<laughs> それをまた、ね、取りまとめた中岡さんがすごいなっていつも思いますけどいやでもあの維新ホールとかも、結局まだできて1年ぐらいしか経ってないんですけど、うん、全然か活用が追いついてないので、そこ、うん、も活用しても、人材がやっぱ不足しているというところがあると思います最近、うん、には。なるほど まあ山口市のいいところ、さっきもあの駅が綺れっておっしゃってましたけど、本当、ちょっとモダンなかっこいい駅なんですよね。その前にさらに維新ホールがあって、ああいうなんか、ちゃんと都市的機能もありつつ、ちょっと南に行くと海があり、山があり、うん、すごい自然にあふれていて、うん、本当にこうギュッとあの魅力が、ねうん、凝縮しているイメージはありますよね。ちょっと一人もう一人ぐらいお聞きしてみましょうかね。はい、どうなったか ご質問あったりしますかそのまま、そのままじゃあ、手前の、いいですか金田さんだったっけ知り合いになると振られるっていうね、ある <laughs> あ,あるですけど、はい。いかがでしたか、お話は。山口、多分ご存じなかったかなと思うんですけど、エリアとしてはですね。はい 本日、えー、お話しいただきありがとうございます。ありがとうございます。えっと、そうですね、自分もあの山口っていうのは、あまり多分、幼少の時に行ったぐらいで、あまり知らなかったんですけども、こうやって海とか山、川、え海、山、そろ、えー、ってる地域っていうのは、すごい、なんかやっぱ神戸にも似てるところがあるのかなっていうところで、うんえー、すごい興味深く聞かせていただきました。でまあ そうですね質問としては先ほどの方と同じようなことになってしまうのかもしれないんですけども、やっぱその最初、山口に移住される、まあえー、地域おこし協力隊にその、そもそも、えー、と応募しようと思った、その、まあ、ちょっと地形列がわからないんですけどもあの、えー、最初は山口に行かれたんですかね。でそ,こかえっとそうですね移住フェアに そこまで山口市は頭になかったんですけどその時に何かこういう自分に来るものとかってあったんですかねあ山口っていうところでえっといや悩みが移住をする悩みがあったのは、えー、やっぱり仕事と家とコミュニティっていうところを解決できる事業主教育の募集から逆算して山口市っていうのも実はありました <laughs> で自分、山口県にそれこそ幼少期に2年住んでたので,で改めて見ると山口、立地すごいいいなと思ってで実際、やっぱこう見てみないとということで行った時にアテンドしてくれた職員さんがすごく自分にとっていい方だったとっいうかあまり多く語らない方で,でしかもご利用ししてこなかったんですよ、ね。うん それでなんかこう、あこういう人間性の方がいる場所だったら、自分はこう暮らしていけるかもしれないと、まあ、そうやっぱり人につられたって、最終的にはですね、安心感は人から得られるのかなと思ったりはしました。なるほど、ありがとうございました。 あの中岡さん言われていた通りありやっぱり人の,あの人にぜひ触れ合ってほしいなっていうのをね言っておられたと思うんですけどあの最近そのつながる山口テーブルでそのさっきのいろんな今回のんでしょう,こうプログラムでお会いできるような、ね、方にもお会いし、まあ、あなた中島ベースさんとかしてるんですけど皆さん本当なんかね明るいですよね。 自然体ですよねおそらくス,ストレスっていう簡単にくくっちゃうとあれなんですけどうん、うん、ごくごくあの自分らしく生きている方が多いんじゃないかなとは思いますね本当、うん、そうですよね。うん この感じをですね空気を現場で是非感じていただきたいなと思っておりますのであの今日は一応体験プログラムの説明会ということなのでしつこいようですが、はい、もう一度説明をですね <laughs> させていただけたらなと思います、まあ、皆さんはあの会場の皆さんはお手元に資料ありますので、まあ、そちらの方をあの改めて見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、ウェブの皆さんも最終的にあのもう一回おさらいなんですがえ10月28日に「 開催しますで2泊3日なんですけれども皆さんには山口集合をしていただくんですけれども山口県何がすごいってですねさっき言わなかったんですけど県のうまく補助金を使えば半額でいけてしまうというなんかあるんですねそういう制度が。なのであの皆さん交通費も結構 あのお得な形であの来ていただくことができますのであのご自身でねあの地域には来ていただいて帰っていただくんですけど半額出ますので、えー、3倍までなんですけれどもあのぜひご活用いただけたらなと思います。で、えー、10月28日には、えー、中岡さんにもいろいろ教えていただきつつ空き家等をですね見つつさっきお聞きすると漆喰とかも塗るんですね今回は。 入ってください。はい、<laughs> 私も撮ったことなくて、ちょっと楽しみにしてるんですけど、やってみましょうね。はい、皆さん、ぜひ、ちょっと,ちょっと、ね、技術を身につけましょう。はい、で、二日目は朝一に行きまして、ハイキング、そして整う体験。また、ちょっとイラスト、可愛い感じの山口整う研究所。 あれ可愛いですよねこれもまさにデザイナーさんに依頼をしたんですけど、うん、やっぱりこういうデザインの力ってすごく大きいので、うん、ぜひぜひこういうところで関わっていただくとかもありなんじゃないかなと思います。うんあ えー、そして3日目には農業体験をしながら皆さんと振り返りつつ、りりつつあのやはり今回、ライフスタイルをどう捉えていくかというところを整えた上で考えていけるという,こう特別な、ね、ゆっくりした時間となっておりますので皆さんと楽しんでいきたいなと思います。こちらはあの申し込みはです、ね、またフェイスブック等で,です、ね、紹介させていただいてますし山口市のえホームページでも掲載しておりますので2泊3日ぜひ、えー、検討いただけたらと思います。 ということで、えー、オンラインの皆さんはですね、これで以上となってしまうのですけれども、えー、皆さんぜひですね、検討いただけたらなと思います。あお一人、えー、最後に、中岡さんにとって山口市のおすすめのグルメやお店があれば教えてくださいっていう、ウェブの、はい、いいですかはい、お願いします。三輪さんです。<ん>三輪さんです。三輪さん。はい、何屋さんですかえとフレンチレストランなんですけど。 まあ、結構もう有名になってしまったので、はい、あ、ごめんなさい。当たり前じゃんって思うかもしれないですけど、もう本当に一番最初に。この料理、本当に美味しいなと思ったのは三ツ輪さんの料理で。三ツさん、フレンチ。はい、フレンチ三ツ輪さん。はい。山という地区にあります。<ー>今もう一組限定、一日一組限定で、はい。そこそこの値段がする。 うん、ところまで成長されたんですけど、この方も元地域おこし協力隊で、<ー> U ターンなのかな、大阪から U ターンをされています。で、100年以上の空き家をご夫婦でイノベーションして、お店作りをされていろんな視点であの勉強になるんじゃないか、ビジネスもうまくいってますし、はいはい、拠点づくりもうまくいってます。なるほど、はい 今回行くエリアではあるので、あのおかわりといいますか、もうちょっと残っていただいて、しっかり堪能いただくことも可能ですね。きっと。予約が取れるのかなそうですね。確かに今月だと。はい、じゃあ、また来るしかないですね。来るしかないです、ね。でも、そこまで言われるからには相当おいしいんだと思いますよ。いやめちゃめちゃおいしいと思いあ,いあ,のあるコンテスト、吉本がやっている、うん、シェフワングランプリみたいなのがあって、それで今、あの今年かなはナンバーフ4まで。 三さんだそうですぜひちょっと検索してぜひ予約がね取れれば取ってきていただきたいれれなと思います。 はい、フレンチがあるとは私も知りませんでした。ぜひ行ってみたいです。ありがとうございます。はいはい、ということで、えー、会場の皆さんはねまたこれから交流会があるんですけれどもオンラインの皆さんは以上となります。えー、そしてあのオンラインの皆様にだけちょっと、えー、ご案内があるんですけれどもアンケートフォーム今チャットに打ち込んでおりますので、えー、こちらの方ぜひ、えー、ご記入をですねお願いしたいと思います。ここれ、えー、書いていいてただけるととと事務局が喜びますいうことでしっかり書いて いただけたらと思いますじゃあオンラインの皆さんはですね、えー、中岡さんと私、えー、以上となりますのでありがとうございましたあ、三谷さんの公式サイトもね事務局がおあの今オンラインの皆さんには、えー、貼ってくださいましたねはい、ということで、えー、オンラインの皆さんはありがとうございましたありがとうございますアンケートフォームよろしくお願いしますあとぜひぜひ現地で会いましょうよろしくお願いします2泊3日ぜひご検討ください